いくつかの多酸症波動関数法の相互依存性を示した図。キャスプタン保のキャス CF への依存性が示されている。完全活性空間接動理論は、分子系、特に繊維金属、ランタノイド、アクチノイドといった重原子を含む系の計算による解析のための多酸症電子相関法である。例として、単一参照法や密度反関数法が使用できない、時や、 純相対論的アプローチが適切でない重、原子系について、系の電子状態を記述するために使うことができる。キャスプタンといった接動法は、分子系の記述に成功しているものの、妥当な出発点を与えるために、ハートリー・フォック波動関数をまだ必要とする。接動理論は、最高非占い分子軌道及び、最低空分子軌道が縮退していたならば、収束に到達することができない。 したがって、キャスプ担保は、緊縮体操管効果を避けるために多配置事故、無動着情報と合わせて、大抵使用される。1960年代初頭、量子力学応用において、節動論が導入された。以後、ガウジアンといったソフトウェアを通して、節動論は幅広く使用されてきた。接動論相関法は非専門家によって日常的に使用されている。これは、 他の相関法と比較して、大きさについての事業性を容易に得られるためである。接動論の使用の開始時点で、本法を使用した応用は、非縮体多体接動論に基づいていた。多体接動論は単一の非縮体スレーター、行列式が0時の電子記述を表現できる原子、及び分子系に対しては、合理的な手法である。それゆえに、MBPT 法は、 単一のスレーター行列式としてレジを表現できない原子及び分子系、特に冷気状態を考慮しない。その上、状態が縮体あるいは近縮体とすると、接動展開の収束は非常に遅いか全く収束しない。こういった縮体状態は原子及び分子の原子化状態によくある。この制約に対抗するため、完全活性空間事故無動着状波動関数と、 合わせて二次の接動論を実行する試みが存在した。その当時、内部及び、反内ブレーキを含む行列要素のために必要な3、粒子及び4、粒子密度行列を計算するのは、かなり難しかった。結果は思っていたより、機体外れで、通常のキャス CF の結果からほとんどあるいは全く、改善がなかった。別の試みが1990年に行われ、 ここでは完全に相互作用する空間が一時の波動関数に含められ、0時のハミルトニアンはフォック型一電子演算子から構築された。活性軌道を持たない場合に対してはフォック型一電子演算子はメラープレセットハートリーフォック演算子に帰着着する。対角フォック演算子は計算機への実装を単純で効果的にするためにも使われた。ありがとうございます。